皆様こんばんは。お酒の塾長でーす。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯557杯目になります。日本を代表する蒸留酒、国酒の焼酎です。本格焼酎です。今回は鹿児島県奄美大島ですね。奄美大島の本格焼酎、代表的な黒糖焼酎、黒糖焼酎の銘柄の登場です。今夜も明るく楽しく飲んでいきましょう。お酒の種類は焼酎、本格焼酎、黒糖、銘柄レント、原産地鹿児島県奄美大島、製造者奄美大島海運酒造、アルコール分25度になります。金額は1267円で購入をさせていただきました。鹿児島県奄美大島の焼酎、奄美群島の特産品ですね。であります黒糖を使用した黒糖焼酎の有名銘柄、今回の登場銘柄はレント、代表的な銘柄ですね。黒糖焼酎っていうのはですね、黒糖ですよね。そして米麹を主原料として作られる本格焼酎になりまして、サトウキビを絞ったジュースを煮詰めて不純物を除去して固めたものが黒糖になるんですが、その黒糖っていうのはサトウキビ全体の1割しか取れない貴重な黒糖で仕込むと、その貴重な黒糖で仕込んだ焼酎、それがですね、今回の黒糖焼酎、そしてこの銘柄レントっていうことなんですね。奄美大島っていうのはですね、結構大きい島でして、鹿児島県でナンバーワンの島ですね。種子島とか屋久島よりも大きい鹿児島県内では、ナンバーワンの島でして、あとはね、佐渡島、新潟の佐渡島の次ぐらいの大きさっていうことでね、日本全土からも考えて確かね、5位ぐらいの大きさ、それが奄美大島なんですね。で、奄美群島でね、黒糖焼酎作られていくんですけど、その中でもね、代表的な、まあリーダー的存在がね、奄美大島。そして、その中の代表銘柄がレントっていうことなんですね。で、今回の銘柄ね、レントっていうね、名前なんですけど、私知らなかったんですけどね、レントの名前の由来っていうのはですね、緩やかにとか、ゆっくりととか、あとスローリー、スローですね、という音楽用語。ミュージックワード、音楽用語ですね。音楽用語のレントっていうのがあるみたいで、そのレントにね、由来してるっていうね。いや、知らなかったですね。音楽の用語由来、それがですね、このレントっていう名前なんですね。ではね、なぜそのような銘柄になったか、名前になったかっていうね、背景としてはおそらく、ここですよね。ご覧になれますかね。音響熟成。音響熟成っていう風に書かれてるんですね。このレントの特徴っていうのはですね、貯蔵タンクに一定の音響振動を加えて熟成を促すと。熟成原酒にですね、音響振動を与える。その音響熟成製法で熟成された黒糖焼酎っていうことなんですね。で、この音響熟成っていうのはどういうことかというとですね、音楽を聴かせてですね、ゆっくり焼酎を熟成させる方法ということで、こちらの銘柄はですね、どんな音楽を聴かせているかというとですね、クラシックみたいですね。クラシック音楽。モーツァルトとかね、ベートーベン、ビバルディとかね、そういうクラシックの音楽を聴かせて、約3ヶ月間ですね、熟成の時を過ごして出来上がるっていうことなんですね。その熟成を得ることによってですね、まろやかで優しい味と豊かな香りが生まれるというね、まあそのようなですね、音響熟成っていうことなんですね。まあ推測するにですね、音響熟成っていうのはですね、いわゆる振動を与えることによってですね、水分子とアルコール分子、焼酎原酒内にあります水分子とアルコール分子ですね、これをですね、うまくなじませていく、音楽の振動によってですね、調和させていく、それによってですね、まろやかになっていく、まろやかで優しい風味になっていく、まあそういう風に推測できますよね。当然ながら音響ね、音楽によって、そのなんだろう、響き具合が変わりますのでね、例えばクラシックではなくて、どうなんだろう、ロックとかね、いわゆる
激しい音楽にするとまたね、熟成の仕方といいますか、原種の種質が変わっていくのかなーっていうふうに思いますのでね。まあ、この辺がね、音響熟成の面白いところなのかなーっていうふうに私は思いますよね。そして、この黒糖焼酎レントっていうのはですね、蒸留方法はですね、減圧蒸留を取り入れてるっていうことなんですね。蒸圧蒸留ではなく、減圧蒸留を取り入れてると。この減圧蒸留をすることによってですね、いわゆる蒸留機内の圧力を下げる、そしてその下げてですね、蒸留する方法になるんですけど、そうしますと、蒸留の沸点が低くなるんですね。いわゆるエタノールを筆頭とする揮発成分の沸点が低くなるので、雑味のないスッキリとした、ライトな、軽快なね、酒質、そのようなね、ものが出来上がるってことなんですね。そしてその減圧蒸留原酒、減圧蒸留をした原酒を熟成、3ヶ月間熟成する。そしてその熟成環境はクラシック音楽に包まれた熟成庫で熟成されると。そして出来上がるのがこちらの銘柄っていうことなんですね。まあ、厳密には熟成終わった後はね、加水とかね、そういう風に水を調整してですね、割り水をしてアルコール度数を合わせるんですけど、これは今回は25度ですね。まあ、そのようなですね、焼酎、日本の国酒の焼酎、本格焼酎、その中でもですね、やはり特徴的な、味わいといいますか、原料を用いているのがですね、この黒糖焼酎っていうことなんですね。レントね、たまに飲むんですよ。レントたまにも飲みますのでね、今回もね、まだ飲めるのがね、とてもありがたいなと思いますね。飲んでいきましょう。では、レントを注いでいきまーす。はい、こちらですね。このブルーの瓶、美しいですね。店頭でよく見かける銘柄ではないでしょうかね。パッとね、目につきますよね。本当にマリンブルーですね。そのようなですね、イメージがあるのかなっていうふうに思われまーす。音響熟成っていうふうに書かれます。奄美黒糖焼酎25度、奄美黒糖焼酎レントというふうに書かれております。で、これね、一緒にこのようについてたんですね。あ、こういうふうな形でね、 AT シールじゃないですけど、ポップボトルネッカーとしてついてたんですけど、そうなんです。焼酎っていうのはですね、蒸留するんでね、糖質はね、揮発しませんので、蒸留成分の中には糖質がないのでね、プリン体糖質はゼロっていう風にね、書かれてるんですね。まあ、焼酎はそういう意味で言えばですね、この辺、プリン体とか糖質を気にされてる方にはね、うってつけの、まあ、飲み物なのかなっていう風に思いますよね。まあ、このようなね、特徴が本格焼酎にはあるっていうことですね。さあ、注いでいきましょう。実はもうオープンをしておりまして、あれなんですよ。一回ね、これ動画撮ったんですけど、録画したんですけどね、どうもね、なんか私がいつも通りダメダメでして、ちょっと本人的に、個人的に納得いかなかったんで、チャレンジです。あ、チャレンジはね、リベンジ？再度のトライをさせていただいてるっていう背景があります。まあ、いつも通りベロンベロンになって何言ってるかわからんっていうね、なんかそういう形になったと思いますね、確かね。まあ普段からベロンベロンやからあれかね、どれも同じやんけっていう風に言われるのかもしれませんけどね。はい、レント黒糖焼酎レントを注ぐことができました。ではこちらの銘柄ストレートを頂戴していきましょう。はい、無色透明です。美しくてクリア、クリスタルのような印象ですね。そしてグラスの縁を伝う足、レックに関してはですね、そうですね、中央の線が流れてくるっていう感じですけど、まあ、どっちかというと、まあ、控えめ、中央から控えめ、あ、でもそこそこあるのかな、ちょっとね、反面筒が、なんでしょう、表現しづらいようなね、足っていうようなイメージですね。香りを取ります。失礼いたします。そうですね。非常に爽やかな黒糖。甘い印象の黒糖、砂糖ですわ。粉砂糖。そのような香り。プラスですね。あとバニラのような、ただ樽原酒、いわゆる樽熟成されてるバーボンウイスキーとかウイスキーのバニラとは違うね、ラクトアイス、アイスクリーム、バニラアイス的な、その爽やかなバニラビーンズ的な感じの香り。そして、私がいつも黒糖焼酎を語るとき、飲むときにね、個人的に思う香りは、椎茸ですね。椎茸、マッシュルーム関係。
砂糖漬けの椎茸、ちらし寿司の上に乗ってる砂糖漬けの砂糖&醤油漬けの椎茸、そして黒糖、全体的な印象は黒糖、そのようなねストレートの香りっていう風に思いますよね。では口に含んでいきまーす。レントのストレートいかがでしょうか。ボリュームが広くて甘く広がっていきます。甘くもわーっとね、マイルド、優しくですね、たおやかに流れていきますわ。そしてですね、徐々に徐々にドライな苦味、洗練された苦味、リファインされた苦味、いわゆるドライ&ビター、ドライ&ビターですね、そのような味わいが後からぶわってきます。ただですね、飲み込んだ後はですね、ふんわり柔らかい余韻なんです。コクも柔らかい、ふにゃふにゃしてる、ふんわりとしていますね。ふんわりとした柔和なニュアンス、柔和なニュアンス、そして余韻が美しいですね。綺麗に爽快にですね、さらっと流れていってですね、いいところでフェードアウトしていくような、非常にですね、美しい、飲み口が綺麗、まさしくですね、このボトルの色を彷彿させるような、そのようなですね、ブルー的な印象、ブルーオーシャンを彷彿させるようなですね、そのようなストレートの主質っていう風に私は思いました。続きまして、レントの加水を頂戴していきましょう。ちょっとね、濃いめにしましょうね。高アルコール上飲者の私はですね、より濃いめの方が好きなんですね。あとはあまり水ちょっと入れすぎるとね、淡白になりすぎてしまう傾向もあるのかなということで、今回は少し水、加水加えさせていただきました。香りの方はいかがでしょうか。失礼いたします。より黒糖、粉砂糖、シュガー、そのような香りがもわってきましたね。黒糖に椎茸が合体した砂糖漬け椎茸、シュガー漬け椎茸、チラシの上のシュガー漬きおよび醤油漬け椎茸、バニラ、バニラアイス、ラクドアイス、ストレートの香りと、リンク当然だからしてるんですけど、よりね、華やかになった？水で、あともうちょっと水入れすぎたらね、落ち着いてしまう印象があったんですけど、ちょうどいい感じでね、華やかさが出たのかなっていう風に私は思いますよね。飲んでいきまーす。加水レントです。加水のレント、柔らかいね。ふんわり柔らかい。本当にトランポリンみたいな羽毛布団のような柔らかさですね。柔和ですね。まろやかですね。マイルドですね。そして、その柔らかさの段階を、ステップを超えますとですね、心地よくてですね、大人が喜ぶ苦味ですわ。快適なビターさ。ドライ&ビター。ドライ&ビターですね。そして、その後がですね、例のごとく、ゆっくりとした、ふったりとした、のったりとした、もったりとしたですね、柔らかいコクが続いてですね、上質な余韻が続いていくと。そうですね、ストレートと比べると、どうなんだろうね、同じような印象がありますね。当然だからアルコール度数は全、ね、ちょっと違うんですけど。まあ、これはですね、どちらも美味しいよね。どっちもこれはもう嗜好によるのかな、っていうふうに思いましたが、ストレートと非常にリンクした主質、っていうふうにですね、再認識しましたよね。続きまして、黒糖焼酎レントのロックを頂戴していきましょう。黒糖焼酎のロックも非常に楽しみな飲み方でありますね。ステをしていきまーす。よし、これぐらいにしときましょうかね。よっこいしょ。はい、ロック完成です。頂戴していきます。美しいで外観ですね。失礼いたします。シャープなったね。キレがあってシャープな印象になりましたわ。ストレート加水で感じられたボリュームのある
厚口のですね、厚みのある、飲み口がですね、少しシェイプになってですね、シェイプ&シャープ、そしてキレがあるような飲み口ですね。そしてドライ、苦さ、快適な苦味が来ると。よりシェイプでね、スマートな印象、スマートでニュートラルな印象になったのかなっていうようなね、イメージですね。ただですね、飲み込んだ後はですね、例の上質さ、エレガントさですね。ふんわりとした柔らかいエレガントさが来るんですよね。ただですね、アルコールのね、25度がね、ポッカ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 ですね、お腹の中でね、より如実にですね、感じていく。このロックはやっぱりハードボイルド的な飲み方ですよね。飲み口がシェイプ、シャープ、そしてキレがあるような形になってですね、で、苦味が豊かに感じてですね、アルコール感に満ちていくと、そして心地よく酔っていく、そのような飲み口っていう風に思いました。では、引き続きまして、レント黒糖焼酎のですね、お湯割りを飲んでいきましょう。試していきましょう。焼酎はお湯割りが楽しめるからやっぱいいよね、やっぱりね。まあ、1対1ぐらいにしましょうかね。私は先にお湯を入れる派になりますね。先に焼酎入れてお湯を入れるね、やり方もあるので、ここはね、本当にケースバイケースでいいのかなっていうふうに思いますね。ちょっと濃いめでいきましょうね。まあ、黒糖焼酎はどっちかというとね、なんでしょう、加水とか水割りとか、ソーダ割りとか、ロックっていう印象があって、お湯割りってそこまでね、私の中ではイメージはないんですけど、しかしながら、こういうものはですね、飲んでみないとですね、実際に試してみないとわからないというのはね、毎回同じこと言ってすみません。いただきまーす。レントのお湯割りでーす。ちょっと香りをと言いましょう。香りはですね、どっちかというと、もわっときたんですけど、ストレート系統の砂糖ですね。砂糖関係、シュガー関係、椎茸関係、そして、ラクドアイス的なバニラ関係、ひょってくるって感じですね。飲んでいきまーす。あのね、みずみずしいですわ。甘みがね、控えめ。そして苦味も控えめなんですよ。控えめな甘み&苦味。控えめなスイーティー&ビター。ビターです。そんな印象ですね。やっぱり焼酎のお湯割りね、あれなんですよ。例えば米焼酎、熊焼酎系とはちょっと異なる銘柄多いんですけどね。どちらかというと、お湯割りにするとですね、ウォータリー、さっぱり、みずみずしいテクスチャーになりましてですね。さっぱりすっきり飲めてしまう、ぐいぐい飲めてしまう、なんていうのかな、それこそニュートラルで、飲みやすくですね、スマートな印象になって飲み続けられるっていうね、イメージがあるんですよね。今回の黒糖焼酎のね、レントのお湯割りもそんな感じしますよね。飲み続けられるような、酒質ですね。本当にみずみずしくてですね、ウォータリーになりましたよね。まあ、これはね、多分私の推測ですけど、減圧蒸留の原酒だからかなっていうふうに思ってましてですね。例えば、上圧蒸留のですね、こってりとしたようなですね、原酒、および焼酎のね、お湯割りっていうのはね、麹のね、豊かなですね、力強い風味が出てね、また複雑になったりするんですけど、今回は減圧蒸留っていうこともありましてですね、非常にすっきりさっぱり爽快な印象、次が飲みたくなる、飲み飽きないような、そんなですね、飲み口、お湯割りなのかなっていうふうにですね、感じましたよね。では、最後に、レント。黒糖焼酎レントのですね、ソーダ割りを飲んでいきましょう。試していきましょう。まずは、焼酎から入れていきます。そして、ソーダですね。プシュっていきましょう。シャワーってきましたね。よし、こんな感じかな。
レントのソーダ割りが完成しました。直ちに飲んでいきまーす。失礼いたします。やっぱりまったりしてんよね。まったりすっきり爽快ですわ。最初香りがね、椎茸っぽいような黒糖っぽい香りがひょってきたんですけど、飲み口はですね、これもお祝いと同様にですね、飲み飽きない、飲み続けられますよね。炭酸感がビシバシきてね、なんだろう、シワ感が豊かっていうこともあるんですけど、それよりもどっちかというとまろやかな感じですね。優美な感じ、丸い感じ、旨味関係と言いますか、まったりした平坦なフラットな印象ですね。平地的な感じというようなソーダ割りでしょうかね。いやー、こちらもですね、なんだろう、スイスイグイグイ飲めてしまう暑い夏とかね、これにソーダ割りにして冷たくしてグイグイガンガン飲んでいく場合によってはですね、ライムをね一滴絞ったり、まあ日本的な要素としては柚子ですね、柚子とかスターチとかカボス、その辺を垂らしたり、あとはシークワーサーですね、シークワーサー、この辺をですね垂らしてですね、飲んでいく。あ、グレープフルーツでもいいかもしれませんね。単体でも全然いいんですけど、ちょっとアクセントをつけようと思えばですね、そのような柑橘関係、シトラス関係ですね、シトラス関係、シトラス関係のアシストをすることによってですね、さらに2度美味しい、3度美味しいっていうこともね、実感できるのではないだろうかっていうふうにですね、私は思いましたよね。では今夜は鹿児島県奄美群島の黒糖焼酎、黒糖焼酎の中でもですね、奄美群島のリーダー的存在、奄美大島で作られる黒糖焼酎代表銘柄のレントですね。今夜はこちらの黒糖焼酎レントで乾杯。今回もご視聴いただきまして本当にありがとうございました。お酒の塾長でした。